だいぶ歩いてきたけど。パイ、方角はこっちで合ってる？はい、マスター。南の方角に向かっているのです。計算では、もう間もなく場外のエリアに到達すると思われるのです。よっしゃー！やっとこの陰気な地下からおさらばできるぜ。みんな、ダッシュで行こう。もう少しだ。あ、ジャスパー、危ない。床に亀裂が。なんだったや。どっ、うわあ。ってっ、床が崩れ落ちちゃったね。ジャスパー、大丈夫？まあ、俺は大丈夫だ。だがよ、ここはどこだ？なんだろう、ここは。今までの地下墓地とは雰囲気が違うね。ああ、こっちは大丈夫。それよりも、みんな降りてこいよ。この場所をちょっと見てくれ。どこだその場所とは。あ、なんだここは。壁や床に古い文字がたくさん彫り込まれていますね。おそらくここはかなり古い時代のレグルスの遺構でしょうね。以前古代の遺跡でこのような昔の文字を見たことがあるわ。読めなかったけど。足音、誰だ。こんな遺跡の中に誰がいるんだ。魔物か。来るぞ。うわ、マキナだ。機械の戦士だぞ。この遺跡の守護者というところかしら。どうやら戦うしかなさそうね。射程内に標的を確認。トルネードキャノン。敵対勢力の排除を確認。なんとか倒したか。しかし遺跡にマキナがいるとはな。遺跡の番人としてマキナがいるのはよくあることなのよ。マキナには寿命がなく、
壊れるまで活動するから、遺跡の守護者としては最適なんでしょう。ってことは、ここにはすげえお宝が隠されてるってことか。さあ、それはどうかしら。あるかもしれないわね。ほう、がぜんやる気が出てきたぜ。よし、お宝を探そう。それにしても、この古代の文字、何が書かれているのでしょうか。気になるね。読めるといいんだけど。マスター、私のデータベースの中にこの文字と文法の情報が存在するのです。つまりこの文字を翻訳することができるのです。え、パイ、この文字が読めるの？はい、翻訳するのです。うん、頼むよ。どんなことが書かれてるか気になる。はい、言語トランスレーションオン、翻訳開始するのです。天界から降臨せし賢き新人がこの都を築きし者なり。新人によりて地は平らかになり、その意向を招く視界に及ぶ。新人、ここに書かれているのは新人の神話か。新人ってあれだろ、箱舟に乗って空から降りてきたとかなんとか。ああ、この世界バンドールの神話だ。新人は天界から箱舟に乗って降臨され、バンドールに文明を起こされた。新人にはもともと人間とエルフとデモニックがおり、ライカンとノームを新たに作られたという。パイ、その続きには何と。新人がすべし王道楽土に、横島なる悪しき祭人が因縁す。祭人自らをダークファルスと称す。ダークファルス。